皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年4月の13日水曜日、今日のスーファーの言葉は光の天使、光の天使です。そして今日の BGM、 アルバム Peace Forever 2の中から組曲、海の祈り愛媛丸に捧ぐ、その中の最後の曲、未来、お送りしています。この愛媛丸に捧ぐ曲、2001年に起きたこの事故、アメリカの潜水艦と宇和島水産高校の船が衝突をして亡くなりましたが、その訃報を聞いた時にですね、ちょうどその2001年5月の30日にニューヨークの国連本部で平和コンサートが決まっておりまして、この海難事故というのは世界中どこで起きてもおかしくない。ですから世界の代表が集まっているニューヨークの国連本部で、二度とこういう事故が起きないように気をつけてほしいというメッセージを訴えるためにも、この愛媛丸の曲を演奏しました。ラストのアンコールで海の祈りを演奏しましたけれども、世界の代表の人たち、日本から一緒に参加してくださった人たちも皆さん涙を浮かべながらこの曲を聴かれていました。そういったところまたの曲をこのアルバムは収めています。1曲目がニューヨーク国連本部、そして世界の NGO のテーマ曲、宮島神々との語らい、そしてユネスコ世界遺産のビデオの音楽を担当した時にですね、この曲をオープニングテーマ、そしてエンディングテーマ中で使われている曲、そして最後に海の祈り愛媛丸に捧ぐの曲がこのアルバムには収録されています。 Peace Forever 2です。ぜひ皆さん一度聴いてみてください。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように、良い一日をお送りください。